て。ホテルとは誰？もう完全に観光地って感じだよな。適当に止めるか。あそこの上にあるんだ。昔会社の金でって言ったらいいんだけど、会社の出張でスイートルームっていうの泊まったこと、南部のあのホテルね、スイートルーム泊まったことあるけども、いやーなんかこうちょっといいんだけどさ、ちょっともう俺にはちょっとなんだろう、身分違いというか、あまりにもちょっと豪勢すぎてね。いやもう景色は最高だしさ、大阪の南波の街がザーッと見えてね、眼下に広がって、しかもあれガラス張りでしょ一面。いやーいいんだけどさ、一つソファー一つ取っても、椅子一つ取ってもめちゃくちゃ高級そうなやつだもんね。服入れとくタンスというか、ボックス入れ物だけでもそうだし、しかも広かったしな。あれいくらだったのかな、スイートって言ってもそんなにスイートではなかったか、あれ10万ぐらいだったか一泊、それほどでもなかったのか。でもそうなんだよね、ワイシャツ一つ直すのに1000円とかねあのクリーニング出すと1000円かよ100円じゃねえのかよみたいな。
あ、なんかつけてるね。奥いらせか、奥いらせって言うんだな。おお、いいね、こういうところ走ってすぐそばだよな。いやー、いいわいいわこれ、奥入瀬の暖流か。へえ、いいもんだな。うわ、素晴らしい。うわ、写真撮りて。おお、素晴らしい。一枚一枚絵になりそうだよな、本当に。素晴らしいですってやつだね。外国人風に言うと岩すげえよこれ。何これ、おお、なんだよこれ。うわ、青森44キロ、マジ。うわ、すごい。何これ、おおおおお、すごいね。中深し地獄橋、ほらこんなんだよ、地獄沼ってやつだよね。あー、これそうだよ、志賀草津のあそこに似てるよ。社長、いやー、ここはそうだ、多分ここなんだな、多分温泉だ、三階の温泉。しかしでかいな。かなりでかかったな、有名なとこだよな。うわ、すっげー硫黄の匂い。おお、何これ、素晴らしい。なんか市街地来たって感じだな。 889.7、 すげえな、何がしてんだよ。なんか変わった三角の建物だな。違うか、さすがにあれ違うか、今乗る船じゃないか。津軽海峡フェリー、こっちでいいのかな。スマートチェックインってなんだろう、よくわからんな。違うな、優先決済もやってねえじゃん。あれ、
れに乗ってくのかな。バイク駐輪場。